こんにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはこちら、カノープスからついに発売ですね、刃シリーズ、ジャパニーズソードモデルと書いてありますね、のウッドシェル。今まで鉄やアルミがあったんですけれども、今回、ウッドになってですね、これはバーチ材、メイプルとバーチが出てるんですけど、これはバーチ材のモデルです。ではですね、音の方、いつもはですね低い真ん中高いとやってることが多いんですけど、今回実験的に高い真ん中低いと、やってみようと思います。では、音の方聞いてみてください。いかがだったでしょうか。これ綺麗な塗りなんですよね。カバリングではなくて塗りです。そして、この刃ラグですね、ちょっと若干オフセット気味になっていて、ちょっとね、昔のソナーを思わせるこうちょっとキュッとしたね、ラグの形で、だからこれきっとね、ソナーの昔のソナーを知っている人はおかっこいいと思うと思うし、そこまでそのあたりがない方は、なんだろうこれって思う可能性もあるんですけど、刃、ジャパニーズソードモデル、こう日本刀のつばゼリアをイメージしてっていう、ね、感じで、ね、聞いています。で、まあスイッチはね、まあ、こういうもう、ラディックの P85 に近い感じの、まあ、スタンダードな、
感じですよね。でこのちょっとこの角度がついているところとかもですね、なんか僕がちょうど、ここの角度がついたっていう時ってタマさんのねスタクラの、世代なので、こういうスイッチは割と好きです。ここに角度がついているやつが好きです。でこうちょっとね、いつもと違って高い真ん中低いとやってみたんですけど、ローピッチがすごい気持ちよくて、深いサイズのものってローピッチにするとなんか逆にこうなんかモワンとしちゃうことも多くて、逆に7インチぐらいまで行くと良かったりするんですけど、なんかこうスピード感がちょっともっさりするなって感じがあったりして、僕は薄いものを低くしてミュートした方が好きだったんですけど、これはですねなんか低くしていってもちゃんと立ち上がりっていうのが、まあ早くはないんですけど、なんかこうなんていうのかな、扱いやすい、ローピッチとこの立ち上がりのイメージが割とこう僕の中ではこう合ってる感じがして、でこうねガッツリミュートしてもしっかりと音量感もあって、最近よくライブに行くと普通のピッチのスネアを真ん中にで、左側に、僕らの世代は昔はピッコロの高いやつを左だったんですけど、そうじゃなくてローピッチを左に置くっていうことが割とあるんですね。しっかりミュートした感じの音をこうダンという音を左側に置くみたいなこともあるんですけど、そういう位置づけにしてもいいなと思いました。ローピッチでもしっかりまとまる、深めな、ね、スネアという形で、もちろんハイピッチも初めにこう叩いたようにハイにしていてもしっかりこう詰まらずに抜けてくれる。これねなんていうのかな、チューニングレンジってあるじゃないですか。例えば、モデルによっては、柔らかい材の場合はあんまりハイピッチにできない、美味しいところは出てこないから、動画でも割と僕あんまりハイピッチにしすぎないこともあるんですよ。でこれは割とコーンとね、カラカラな高い音にしたんですけど、バーチ材プラス、このラグの感じもあるのかなと思うんですけど、しっかりハイピッチにしても鳴ってくれるし、ローピッチでもっていうレンジのこう高い低いのところのレンジの広さがあるのが素晴らしいと思いました。8テンションなのにね、あんなに高くしても大丈夫で、やっぱりスナッピーもですね、カノプスのこのスナッピー使いやすいですね。素晴らしいと思いました。ということで、なんかまあ、値段がね、ちょっとこう手に入れやすい価格帯であるというのももちろんあるんですけれども、そういう感じを一回ちょっとこうね頭から切り離して、このスネア自体の音を聞いた時にですね、すごいこうチューニングも、思った感じにこうできるというか、あんまりこうなんていうのかな、これを使って困ることのない癖が強くないというか、なので1台目のスネアももちろんいいんですけど、なんかねちょっとこう安心できるスネアが1個欲しいみたいな感じでこの辺りを、買うのもすごいありなんじゃないでしょうか。僕自身が深さ 6.5 インチってすごい好きな、スネアが多くて、深さ6半あるとね、思いっきりドーンとやっても音が飽和しないとか、そういうところもあるし、意外と小さな音も表現できるということで6班大好きなんですけど、6班のバーチでこういう、ね、スネアが出てくれるのはとても嬉しいですね。ということで、今回ご紹介したのはカノープスの、刃シリーズの、バーチ14インチ ×6.5 インチ、だからジャパニーズソードが JSB1465 の、ご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。